石橋杏奈7月12日隊は、日本の女優、タレント、ファッションモデル。福岡県音楽郡岡垣町出身。所属事務所は堀プロ夫は、東北楽天ゴールデンイーグルス投手の松井、勇気。福岡県の岡垣町で生まれ育ち、父親の転勤に伴い、神奈川県や大分県に住んでいたこともあった。その後、 小学3年生からデビューする中学2年生までを、再び、岡垣町で過ごす。2006年、綾瀬遥が乗っているホリプロタレントスカウトキャラバンのポスターを見て応募。応募総数38,224人の中から、グランプリを受賞し、芸能界入りを果たす。インタビューに、嬉しいバい、と博多弁で答えた。以後そのルックスから、正統派、正純派と評される。 2007年、主演ドラマ、失踪ホリデーで女優デビュー。2008年、君の友達で映画初出演にして初主演。この作品で、第30回横浜映画祭最優秀新人賞を受賞。2008年から2011年3月まで、雑誌、セブンティーンの専属モデルとしても活動。2010年、カーディガンで舞台に初挑戦。 この舞台での経験や出会いが女優としてのターニングポイントになったと語る。2012年からは、ライフ、人生に捧げるコントでコントにも挑戦中。映画やドラマ以外にも活動の場を広げている。2018年8月6日、東北楽天ゴールデンイーグルスの当主である松井祐希と結婚し、同年12月にハワイで挙式を行う予定であると報じられた。 12月13日、婚姻届を提出。2019年12月10日、第一子妊娠を公表した。2020年5月5日、第一子の出産を報告。兄弟は兄と弟がおり、兄と弟が野球をやっていたため、物心ついた頃からの野球好き。プロ野球は地元、福岡ソフトバンクホークスの大ファンである。大英時代からのファンで、子供の頃は、 城島健治と秋山康二のファンだった。ホークスファンだが、北海道日本ハムファイターズの中村マサルのファンでも、ある。2017年のホークスの開幕戦で、始球式を務め、ノーバウンドの投球を披露した。福岡のソウルフードであるうどんをこよなく愛し、毎日3食うどんでもいいというほど、うどん好き。福岡に帰省したら、 まず、東地区圏のうどんを食べに行くという。趣味は料理、散歩、音楽鑑賞、カフェ、韓国ドラマなど。音楽についてはラップが特技で、カラオケ店に一人でよく通い、英語の意味はわからないものの、カラオケマシーンの最速の店舗に挑み、常に高みを目指している。得意な曲の一つは、ニッキー・ミナージュのスーパーベースで、ライフ、人生に捧げるコントで披露するとそのギャップが、 反響を呼び、番組を見た、カラオケ店の店員から声をかけられることもあった。福岡ソフトバンクホークス VS、千葉ロッテマリーンズ福岡ヤフオク、ドーム、ありがとうございます。